どうも、柴田でーす。はい、こんにちは。東海オンエアの柴優くんと、あやなんちゃんが、できちゃった結婚したらしいです。おめでとうございまーす。はい。なんか、ホームページで報告してましたけれども、まあ、僕一時期ね、あやなんちゃんのこと、可愛いとか好きだとか言ったけれども、いや、今回、柴優くん、いい相手が見つかってよかった！ YouTuber って職業、なかなか不安定な職業なんで、もうできちゃった。子供でも、もうできない限り、やっぱ結婚なかなかできないから。そんな中、まあ、柴犬くんとあやなんちゃん、こう、お互いね、まあいいね、有名人同士がくっついて、子供ができて結婚。いやー、めでたい！めでたいよ！もう僕はね、心から祝福します！はい。いやー、でもね、なかなか大変だと思いますよ。なかなか大変だと思う。やっぱお互いこうスピード結婚じゃないですか。付き合って1年2年多分行ってない、1年とどう何ヶ月かぐらいだと思うんだけども、やっぱお互いのことをさ知る期間っていうのは短いから、奥さんがさ妊娠するじゃん、お腹大きくなるじゃんってなると、やっぱエッチの数とか減っちゃうんだって。で、ね、奥さんをさ、旦那さんのことをさ、やっぱちゃんとこう理解してあげれてないから、まあ、付き合ってる時間が短いからね、理解してあげれてないから、だからその、なんていうの、手で抜いてあげるとか、口でしてあげるとかさ、エッチはできないけど、みたいな、そういう気遣いみたいなのも、なんかできなかったりとか、あとはこう、まあ、実際にお腹が超大きくなっちゃうとね、エッチしちゃダメな期間に入るから、まあ、しばらくも若いでしょ。だからムラムラしたこの欲求をぶつけるところがやっぱなくなっちゃうわけよ。だからこの奥さんが妊娠中に旦那さんが他の女の子と浮気するっていうのは、これ少なくないらしい。いや、だからやっぱそこら辺もですちゃんと考えてね、わかるけど、もう最初の頃はいいけれども、だん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 やっぱその奥さんの体が変わっていくわけじゃんよ。おっぱいも乳首なんかすごい大きくてね、ドス黒くなっちゃうしさ、こう奥さんがやっぱ女として少しずつこう見れなくなっていくとも思うわけ。そんな中、やっぱでも愛をね、ちゃんとその男女としての愛も築いていかなきゃいけないし、いや、これ大変だよ。あとやっぱこう、自由が減るでしょ？自由。結婚するとどうしても自由が減る。お小遣いもね、幅が決まってくるし、あと、自由な時間っていうのも少なくなる。彼ら若いからさ、まあ、東海オンエアの仲間たちもみんな若いわけじゃん。で、みんな若いからお金結構好きに使う。で、時間も旅行とか好きに行く。そんな中、まあ、柴犬くんだけ子供がいて、赤ちゃんがいて、奥さんがいるから、自分だけお金が自由に使えない。自分だけ時間を取って、みんなと一緒に旅行ができないとか。そんな、やっぱ、他の独身の奴らと比べて、明らかに自由が減るのよ。ここにやっぱ男はね、フラストレーションを抱えてしまいがち。いや、だからやっぱここだよね。やっぱ他のさ、他の東海オンエアのみんなってもうみんなめっちゃ遊び人だから、そんな中自分が、こう、自分だけ自由が減るっていうのをやっぱ耐えられるかな、若いからな。若いからやっぱこれはでも頑張んなきゃいけないんだよ。ここは頑張んなきゃいけない。あとあれだな。やっぱできちゃった結婚って、計画的な結婚ではないから、覚悟とか準備がやっぱちょっと足りないケースが多いんだよね。だからその、例えば二人が喧嘩した時とか、じゃあこう二人がめちゃめちゃ喧嘩した時はこういう風に、まあ決着をつけましょうねとか、お互いまあこんだけこう怒ってる、相手がこんだけ怒ってる時は自分はこうしようとか、まあそういうことじゃなくても、まあ金銭的なことでも何でもよ、準備とか、心の覚悟っていうのがやっぱできてないから、だからその、すごいなんかトラブルに直面した時、喧嘩が起きた時にね、心の覚悟ができてないから、あ、もうこの結婚無理だ、あ、無理、もうこんな言う女だと思わなかった、あ、もう俺無理だわ、いや、この結婚ってなんか投げ出してね、諦めてしまいがちなんだってさ、できちゃった結婚って。いや、だから、いや、なかなかね、これから困難がね待ち構えてると思うよ。ちなみに20代前半、20歳から25歳の、男女の結婚、できちゃった結婚の離婚率は 42.5%。約、通常での魚群リーチの、当たる確率だね。
まあまあな確率なんですよ。まあまあな確率なんですよ。いやー、でもめでたいから、めでたい。やっぱそういう苦難を乗り越えてね、しばゆうくんとあやなんちゃんにはね、やっぱこう子育て、そして動画配信頑張ってほしいと思います。はい、そんな感じで柴田はあやなんちゃんとしばゆうくんの結婚心から祝福します。